徳島県青少年センターは、徳島県徳島市にあるスポーツ及び、青少年のための教養講座、講習会、展示会、レクリエーションに関する行事などを行う施設。愛称は特銀共にプラザ。徳島県が所有し、指定管理者が管理運営を行っている。光の88カ所巡り選定。フットサルやテニス。 アワ踊りの練習などができるインドア運動場や、卓球室、会議室などがある。5階には、徳島県消費者情報センターが、1階には、独立リーグ野球である、四国アイランドリーグの徳島インディゴソックス、球団事務所が入居している。なお、徳島県青少年センターは、徳島市徳島町場内のビルから、徳島市寺島本町西にある。 徳島駅前再開発ビルアミコビルに移転するため、現施設は2021年12月6日で休館となる。9時21時管理運営管理運営は、株式会社合人社計画研究所の連結関係会社である、徳島県青少年センター PFI 株式会社が受注し、維持管理業務を合人社計画研究所。 運営業務を徳島パブリックビジネス株式会社が行っている。リニューアル工事生少年センターは1974年1月13日に開館しており、耐震基準を満たしていないことから、2008年3月29日から2010年4月1日までの約2年間、センター内の全施設を閉鎖し、民間資金を活用した。 公共施設整備の手法によりリニューアル工事を行った。リニューアル後の2010年4月2日からは、徳島銀行のネーミングライツにより、特銀、共にプラザとして、PFI 株式会社の運営のもと、青少年施策の機能と共に、徳島県民への総合サービス拠点として再編されている。施設内にあった温水プールは、 近隣にできたた公共施設による温水プールの開設に伴い利用者数が激減したことにより廃止され新たにインドア運動場としてリニューアルされたインドア運動場ではテニスやフットサル、泡踊りの練習等が利用できるようなコートを設置するほか文化、音楽の活動の場にもなっている PFI 選定委員会委員長として 建築家の段野利彦の提言を参考にしている。新ホール建設に伴う休館徳島県では、県立の新ホールを整備するのに伴い、徳島県青少年センターの建物は解体されることになり、2021年12月6日で休館することになった。徳島県青少年センターは2022年4月から、徳島駅前再開発ビルアミコビルに移転する予定である。 ありがとうございます。